Hello, Minasan. This is the Bookmaker Podcast with Kiyosaki Tamiyoshi, aka Mr. Bookmaker. Anata no source for the online sports gyan buru kyokai 24-7. Kawashkwa, Bookmaker Joho Kyoku -kensuku. Or subscribe to this podcast on iTunes. Tsurede wa. here's your host, Kiyosaki Tamiyoshi. Minasan konnichiwa. The Bookmaker Podcast with 清崎民吉をいつもお聞きいただきありがとうございます。ナビゲーターを務めます、ブックメーカースポーツライターの清崎民吉です。このポッドキャストでは、海外のブックメーカーに関する情報や最新オッズ、スポーツニュースなどを交えながら、ブックメーカーの面白さ、魅力を私、清崎の視点からお伝えしているものです。 まだまだ日本ではブックメーカーについてほとんど知られていませんので、このポッドキャスト並びにインターネットサイトであるブックメーカー情報局から様々な情報を配信しております。どうぞ今回もよろしくお願いいたします。ということで、今回で77回目となりますブックメーカーポッドキャストの放送なんですが、77という数字はなんだかいいことが起こりそうな そんなことをですね、予感させる数字ですね。まあ、ギャンブル好きな方がですね、まあ聞けば喜びそうなんですが、さらにね、もう一つ7が揃えばですね、大フィーバーとなってしまいますよね。まあ一回一回の放送の積み重ねで、まあ777という数字をですね、まあ、なんか一つね、目指していけたらなというふうに思ってますので、どうも今後ともですね、えー、よろしくお願いしたいなということでね、ちょっとね、<laughs> 少しちょっと喉調子があんまり良くないんですけどもね。まあ元気いっぱいお伝えしていきたらなというふうに思います。はい。それではですね、えー、先週も、まあね、いろいろとスポーツ界でもですね、そして正解でもですね、まあいろいろなことありましたが、まずはね、えー、スポーツ界の話をですね、二つほどしておきましょう。まずは、テニスのグランドスラム初戦全豪オープンです。 第5シードとしてダンシングルスに出場している西堀 K が4回戦で第17シードでこれまでグランドスラム17勝を誇るロジャー・フェデラーと22日に対戦しました。両者の対戦はこれまで西堀の2勝4敗でグランドスラムでの対戦は今回が初めてとなります。 それでですね、日本時間での日曜日ですね、22日となりますが、夕方の5時からということもあってですね、多くの日本人ファンの方々が、テレビ中継で試合を見られたのではないかと思います。もちろん、私も試合を見ておりましたが、まあね、すごい試合でしたよ。いきなり西堀がですね、最初のブレークを取るなどですね、西堀これ勝てるぞという期待をね、膨らませた方も非常に多かったのではないでしょうか。 ブックメーカーのベッド365が試合前に発表していたこの対戦のオッズでは、西掘勝利が2.37倍に対して、フェデラー勝利が1.57倍と、西掘が劣勢という見方がされておりました。試合会場の雰囲気を感じていただければね、まあ、なんとなくわかるかと思いますが、普段はですね、えー、まあ今回の全豪オープンもそうなんですけども、多くの西掘ファンがですね、 西コリを後押ししており、まあ、西コリ自身もですね、えー、ま、前後オープン始まってから、まあ、プレイしやすいというふうにですね、まあ、この会場の雰囲気なんかは語っておりました。しかしね、今回は、どうやらフェデラーを応援する人がね、多かったような気がしております。まあ、怪我からね、まあ、えー、半年ぶりの復帰となったフェデラーの強さをですね、もう一度見たい。そんな雰囲気をですね、なんとなく強く感じたのは私だけではないと思います。 西堀が第1セットを7-6でね、対策よく取りましたが、第2、第3セットとフェデラーが勝利し、第4セットはですね、西堀が一つブレイクを奪って、ね、サービスキープに成功して、西堀が、ね、異様な強さを見せる第5セット、フルセットまでもつれ込みました。西堀はグランドスラムでフルセットまでもつれた試合では、現役プレイヤーの中で最も勝率が高く、8割以上の勝率を収めております。 こと、前後オープンに至ってはですね、4戦4勝とですね、勝率10割と、さらにね、強さを見せているわけです。そんなことがですね、まあ、私の脳裏にも浮かびましたので、西堀が勝つだろう、と、私自身もね、まあフルセットまで行った時にね、思ったわけです。オッツ上ではですね、まあ、フェデラーが1.57倍で、まあ有利だったということで、まあ、アップセットという言い方もできると思うんですが、 西湖にベッドしていた多くの日本人ファンもですね、まあ大喜びするに違いないなというふうにね、思いながらね、試合をちょっと見ておりました。で、この試合のですね、前の試合でですね、実は第一シードのアンディ・マレーがですね、まあ破れてしまうなど波乱が起きまして、さらにはですね、まあ第二シードのノバク・ジョコビッチはすでに敗退したと。これで、まあ西湖がですね、フェデラーに勝てばですね、初のグランドスラム制覇、もうグアッ 近づってくるものだという風うにですね、多くの方が思ったと思います。しかし、ねえ、フェデラーは強かったですね。通常なら、えー、西コリのエース級のボールもですね、フェデラーが返球してくるんですよ。さらにはですね、その返球がまた難しいコースに決まってくるんです。最終第5セットはですね、まあ、残念ながら36で西コリは破れ、4回戦敗退ということになりました。まあ、本当に悔しいですよね。 ここまで来たらぜひフェデラーにね、復活 V、復活優勝をですね、期待したいなというふうに思うわけです。それで、えー、ね、ブックメーカーベット365が発表した22日の、まあ試合終了時点での男子シングルス優勝オツでは、フェデラーがですね、4倍で優勝最有力に名前が上がっております。2番手にはスタンワウリンカとミロシュラオニッチで4.5倍。 ラファエル・ナダルが6倍で後を追うというような展開となっております。まあね、残念ながら西濃いは敗れましたが、ね、その西濃いを破ったフェデラーがですね、どこまで勝ち上がるのか、なんかにですね、注目しながらですね、前後オープンの後半戦を楽しんでみてはいかがでしょうか。続いては大相撲初場所の話題といきましょう。えー、22日に千秋楽結びの一番で、 えー、大関、木瀬の里がですね、横綱白鵬をね、一時は土俵際まで一気に追い詰められながらもですね、見事な救い投げで逆転勝ちを収め、14勝1敗で幕内初優勝を遂げました。おめでとうございます。これによってですね、木瀬の里は横綱へ追挙されるということが、ほぼ決定的となりました。ね。 まあね、23日のね、えー、日本の新聞なんか、まあスポーツ新聞なんかいろいろですね、確認していくと、もう、もう確定みたいな言い方もしているところもあると思いますが、まだね、横綱審議委員会等々でですね、えー、まあ正式決定という、なっておりませんので、私としては、ほぼ決定的という言い方をさせてもらっております。で、これもしね、その犠牲の里が正式にですね、横綱になると、なればですね、日本出身、 社としての横綱はですね、えー、若野花以来19年ぶりとなるということで、これもですね、多くの大相撲ファンのね、喜びになるのではないかというふうに思っております。まあ、大相撲のですね、おっつなんかを発表することでね、えー、まあ、知っている人は知っているということになりますけども、まあ、そのブックメーカーであるマラソンペット が発表していた千秋楽結びの一番の対戦オッズではですね、白鵬勝利が2.34倍に対して、セノのと勝利が1.6倍でした。14日目に優勝を決めた稀勢の里とはいえですね、やはり今場所は強いぞ、というのがですね、ブックメーカーのセノのとへの評価だったのではないでしょうか。ま、これまでだったらですね、やっぱりその稀勢の里と白鵬の対戦というのは、まあ、 白鵬が有利という見方がですね、やっぱ強かったわけですね。やっぱその辺もですね、やっぱりしっかりとブックメーカーのオッツを決めているオッツメーカーなんかもですね、しっかりと見ているな、というふうなことを感じました。またですね、まあこのオッツ差まあ白鵬が2.34倍、えー、キセ稀サトが1.6倍ということなんですけども、ね、えー、これはですね、日本からのキセ勢のトへの買い注文、つまりキセ勢のトへのベッティングが、 多かったということもですね、まあ多少影響しているのかなというふうに思います。まあこれはあくまで私の推測にすぎません。そしてね、三、えー、3月の大阪場所、ね、3月場所とも言いますが、横綱紀牲者と誕生となってですね、まあさらにですね、大相撲はこれから盛り上がっていくのではないでしょうか。大相撲の参加場所は3月の12日からスタートいたしますので、大相撲でスポーツベッティングを楽しむぞ という方はですね、ぜひマラソンベッドへの登録をされてはいかがでしょうか。ブックメーカー情報局の、えー、トップページからですね、マラソンベッドの登録方法とか、様々な情報に関してはですね、掲載しておりますのでね、ねぜひそちらを見ていただいてですね、えー、参考にされてはいかがでしょうか。まあね、オッズを見ているだけでもですね、またこれまでとは違った相撲の楽しみ方ができるのではないかというふうに思いますので、ぜひね、 えー、気軽に楽しんでみてはいかがなものでしょうか。そして、今回の放送の最後はですね、政治の話題と行きましょう。おいおい、清崎さん。ねえ、あなたはスポーツのとブックメーカーの話の専門家ではないでしょうかみたいなですね、声も聞こえてきそうですが、ね、いえいえいえ、まあ、政治なんかもですね、やっぱりいろいろ幅広くですね、私は、ブックメーカーのオッツという、 一つのキーワードを元にしてですね、いろいろと日々調べたりですね、勉強しておりますので、こちらの話もですね、ちょっとしていきたいと思います。1月20日、ついにあの人が大統領になりました。第45代アメリカ大統領となった共和党のドナルド・トランプ氏のことです。現地20日に大統領就任式が行われましたが、まあね、いろいろとですね、まあ各種メディアがですね、まあ山のように情報を出していますので、まあ、 大統領就任式のまあ一般的な話についてはですね、まあここで触れることはまあ必要ないのかなというふうに思います。そして私はですね、まあブックメーカーの発表したオッツという視点からですね、大統領就任式を、えー、ね、まあ見ていました。実際ですね、テレビ中継なんですけども見ていましたが、ブックメーカーパディパワーが就任式前に発表していたアメリカ大統領就任式に関するオッツで、 ね、まあ、いろいろと発表していたわけですが、ここでは私が公式ブログで紹介していたオッズについてですね、まあ、ちょっとね、まあ、検証という言い方ちょっとね、おこがましいかもしれませんがですね、まあ、ちょっと見ていきたいなと思います。まずは、就任式でのトランプ氏が占めるネクタイの色はというオッズですが、正解はレッド、すなわち赤でした。 ま、このオッツはですね、一番人気の2.5倍ということになっておりましたが、私としては非常に美味しいオッツだったのではないかと思います。すなわち予想がしやすかったという意味で私は言ったわけです。えー、赤色というのはですね、実は共和党のシンボルカラーでもありますので、まあね、トランプ氏、まあ色々とですね、やらか、やらかすというか、まあ色々ですね、まあ騒がしておりますけども、まあ共和党の一員であるということは間違いないので、そのトランプ氏が赤のネクタイを する。ということはですね。まあ、ある程度予想はしやすかったのかなと。まあ、それの上で、まあ、2.5倍ということで、まあ、私は美味しいオッズだったのかなというふうに感じております。続いて、トランプ氏の就任スピーチ、演説の長さは、というオッズも発表されておりましたが、トランプ氏の当日の演説の長さは、まあ、約16分ということでしたので、こちらも最有力となる15分から17分29秒、 に当たるため、このオッズがですね、3.25倍のオッズということが、えー、まあ正解ということになります。最後にトランプ大統領の代名詞とも言えるツイッターに関するオッズです。大統領就任式の日、20日のトランプ氏のツイッターでのいいね、あのハートマークですね。で、どれぐらいつくかということなんですけども、 まあ、20日に最もいいねを得たツイートにはですね、えー、私が確認したところではですね、約26万いいねがついておりました。ということで、えー、2番人気だった25万いいねから499,999いいねという、えー、枠に入るという思われますので、これは4倍の音がついておりましたので、これが正解ということになるでしょう。 もう少しいいねは伸びるかなと予想していましたが、思ったよりも伸びなかったですね。トランプ氏も、さすがにその、まあ、大統領就任式、まあ、やってる当人なので、そんなに書く時間もないし、まあ、考えてる暇もそんななかったのかなと。まあ、一部ではですね、違う人がやってんじゃないかみたいなことも言われておりますが、まあ、その辺も差し引いてもちょっと、んもう少しいいねがあっても、面白かったかなというか、 で、しかるべきかなというふうに思いましたが、皆さん、いかがお考えでしょうか。まあ、このあたりのですね、トランプ大統領に関するブックメーカーのオッズ、いろんなオッズが発表されてましたが、このあたりについてはですね、私の公式ブログ、えー、アメブロでやっております、えー、ミスターブックメーカー、清崎民吉のブログで、これまで様々なトランプ大統領関連、に関連するオッズをですね、様々な視点からですね、紹介しておりますので、 これをね、見ていただければというふうに思います。そして、早くもですね、トランプ大統領が2020年からの第2期目を迎えることができるか、そして2020年に行われる大統領選挙で誰がアメリカの大統領になるのか、というオッズをですね、ブックメーカーのパディパワーがですね、早くも発表しております。まずは、トランプ氏が第2期目を迎えることができるか、というオッズも発表されており、 えー、no, いいえがですね、1.4倍に対して、イエス、もちろんだ、ということがですね、2.75倍とですね、こちらのオッツではですね、トランプ氏が一期で残念ながら終わってしまうという見方がですね、今のところ強いというようなことになっております。また、2020年の大統領選挙。まあ、トランプ氏にとってはですね、2期目を迎えることができるかどうかの選挙という言い換えができると思いますが、2、 この選挙に誰が当選するのかについてはですね、最有力にはトランプ氏で2.1倍とですね、先ほど紹介したオッツですね、トランプ氏が第2期目を迎えることができるかというオッツとのですね、ま、ネジで現象みたいなものがちょっと見られております。なぜかと言いますと、ま、トランプ氏が2期目を迎えることができないという人がですね、1.4倍で非常に多いね、有力されている割にはですね、じゃあ誰が2020年大統領の選挙に勝つの というが聞かれた時には、2.1倍でトランプという風になっていると。このあたりがですね、なんとなくこうねじれ現象のような感じがしております。そして、まあね、えー、誰が当選するのか。2番手にはですね、共和党員で現在下院議長を務めるポール・ライアン氏と、えー、現副大統領のマイク・ペンス氏で共に8倍というオーツがついております。その後には、オバマ、前大統領夫人のミシェル・オバマ氏で9倍。そしてですね、 ま、8番手にはなりますが、トランプ氏と大統領選を戦ったヒラリー・クリントン氏の名前が挙げられておりまして、15倍のオッズがついております。この辺もね、面白いですね。まあ、これはね、たくさん、実はですね、今紹介しただけじゃなく、たくさんね、えー、紹介されておりますので、これはですね、まだパディパワーのホームページなんかでもね、確認していただけたらなというふうに思います。ま、あこのようにね、トランプ大統領はブックメーカーにも様々な話題を提供してくれています。 ま、このようなですね、オッズに着目しながらですね、今後のトランプ大統領の動向を見守っていくのも面白いのかもしれません。ということで、今回の第77話いかがでしたでしょうかブックメーカーについてもっと詳しく知りたい方は、ぜひブックメーカー情報局を検索いただき、サイトをチェックいただければと思います。そして何かお気づきの点やわからないことが少しでもあれば、トップページの右上にあるメールボタン、 問い合わせとなっておりますのでどうか気軽にご質問いただければと思います。またここではこのポッドキャストを取り上げてほしいことや、この清崎がお送りしているポッドキャストの感想なども募集していますので、ぜひメッセージをいただけたらと思います。ブックメーカー情報局が配信する The Bookmaker Podcast with 清崎民吉をお聞きいただきありがとうございました。ぜひポッドキャストを購読、そしてレビューを書いていただけると嬉しい限りです。 購読のボタンを押すだけで完了します。もちろん無料です。そしてブックメーカーについてまだよくわからないので、もっと知りたいよという方にはですね、特にこのポッドキャストの第1話から第3話をですね、まずはお聞きいただけるとスッキリされるのではないでしょうか。ブックメーカーとは何なのか、そしてブックメーカーの一体何が面白いのか、などですね、わかりやすく私清崎が語っております。 最後に、ブックメーカー情報局からのお知らせですが、前回の放送でもお話しいたしましたが、ブックメーカーで遊ぶために必要な決済サービスの一つである、ネッテラーが日本国内でのサービスを昨年の9月15日で一旦終了しました。同様にスクリルも9月30日をもって日本市場から撤退という形を取りました。ブックメーカー情報局では、トップページ右上にネッテラーに代わる決済サービス一覧、 というページを作成し、ブックメーカー各社の対応する決済サービス情報をまとめておりますので、ぜひ参考にされてはいかがでしょうか。一度登録さえしてしまえば、あとはネッテラーやスクリルとほとんど変わりません。むしろ便利になったという声も最近聞かれております。今後も新たな決済サービスの紹介などありましたら、更新していきますので、ちょくちょくとですね、このページも覗いてみてはいかがでしょうか。それでは今日はですね、トランプ氏にちなんでですね、 こういう言葉で締めたいと思います。Make sports great again.Make bookmaker great again.Thank you. それでは、また This has been the Bookmaker Podcast with Kiyosaki Tamiyoshi, a.k.a. Mr. Bookmaker. Konu Contents Okinitia, Zehi Bookmaker, Joho Kyoku Okensuku. Or subscribe to this podcast on iTunes. Dewa Minisan, see you next time.